トゥーレイシャン。精一杯努めますわ。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。昨年から続く地脈の乱れは未だ帝国内に不穏の影を落としていた。日に日に反新帝国の機運が高まり、ついには反乱が各地で勃発する。事態を重く見た新皇帝は国内随一の風水師ウー・レイシャンにこの機運を助長させる地脈の乱れを正すよう命じる。祖父から受け継いだ風水羅盤を手に、ウー・レイシャンは混乱の渦中へと身を投じるのであった。外流島羊の国。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。ウー・レイシャン VS ダーリー・ダガー、いざ尋常に一本目勝負。キャッチ・エンド・ディリー。よし、どけ。この並び、三匹木星。二本目、勝負。龍脈の力に真珠を見立て、この世にその一角を顕現させる。それこそ我が風水術の真髄ですわ。グリーンヘル。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。ウー・レイシャン VS アース・クエイク、いざ尋常に一本目勝負。
ウーレイシャン。この並び、三匹木星。二本目、勝負。よっ、よっ。これが風水の力です。うーん、夢は大福のように可愛らしいのに、お下品な言葉遣いで台無しですわ。熊野古道。ここで滅するもまた情け。いざ、参る。ウーレイシャン VS 服部半蔵。いざ尋常に一本目、勝負。この並び、三匹木星。二本目、勝負。バイフォース。ターハー。バクイン。よし。よし。オープン。変身。よし。半蔵。陰。最終戦、勝負。完勝。勝者、ウーレイシャン。これが風水の力です。龍脈の力に真珠を見立て、この世にその一角を顕現させる。それこそ我が風水術の真髄ですわ。あな悲しや、あな苦しや、憎しみ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 。カムイコタン。
類の戦士の名にかけてこの先には行かせません。ウーレイシャンバーサスナコルル、いざ尋常に一本目勝負。ちょっとアイムスでよし、まるで雪原を駆け回るウサギのよう。私もあなたのように身軽に動ければいいのですが。洛中三門前。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。ウーレイシャンバーサス徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。この並び、三匹木星。二本目、勝負。シャンゴー、シャンゴー、これだろ。よし、上だぜ。しばき。孫騎は短騎と申し、あれ、なんだか違うような。もしかして私、言い間違えました？外流島、牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。
ウーレイシャンバーサス立花右京いざ尋常に一本目勝負。ジョンケン。よし、シャンボ。シャンボ。ジョンケン。バイホ。勝者ウーレイシャン。この並び三匹木星。二本目勝負。家福衣服でございます。あの、ご自身のリンゴはきちんと回収してくださいませ。踏んだら危ないぜ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。味方ヶ原。私を呼んだのはお前。ウーレイシャンバーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。捕まえられる。バイホバイホ。ジョンケン。はあ、ああ、シャンホ、シャンホ、シャンホ。そこ、やっていって。よし、シャンゴ、やー、えい、シャンゴ。勝者、ウーレイシャン。この並び、三匹木星。二本目、勝負。捕まえられる。シャンゴ、捕まえられる。家福衣服でございます。
なんとまがまがしい呪い。一体誰が何の目的でこんなことを。ミネルヴァの間。ラバンの導きによるとこの辺りに手がかりがあるようですね。しかしなんと素敵なお屋敷なのでしょう。我が国にはない風情を感じますわ。何なんだ貴様は。勝手に侵入した挙句堂々と館の中を徘徊するとは。貴様の目的が何であれその罪決して軽くはないぞ。ウー・レイシャン VS シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。シャルロシャルロあよバイホバイホバイホやよしバイホやよしバイホも無礼ではありましたが、何もそこまで怒らなくても。また怒られる前に次の場所へ。あら、この絵画はまさかこれが。なればいい。静か千年桜。苦しい私は。
ようやくたどり着きましたわ。このウーレイシャ、一族の名にかけてその邪気払い落としてみせましょう。ウーレイシャンバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。許せぬ、この世がそなたか。憎い。これが風水の力です。ああ、私は何をしているの。どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。
静か御前の浄化昇天を見届けたレイシャンは一面の桜花爛漫に心を奪われる。邪気から解き放たれた静か御前を弔うように桜の花は静かに風に揺れていた。乱れていた流脈もまた正常の流れへと戻りつつある。天命を果たすことができた喜びを抱き、軽やかな足取りで彼女は母国へと向かった。帰還したレイシャンの耳に届いたのは、日の元での彩花の消滅に応じるかのごとく反乱が鎮圧されたという吉報だった。祖父への報告の傍ら、彼女は安堵の笑みを浮かべた。過酷な旅はもう終わり、これからは国に腰を落ち着け、風水で朝廷を守護していくのだ。あの騒動から一月が経ったある日、レイシャンは謁見の間へ呼び出される。再び単身で諸国をめぐり、古代の彩花の真相を調査せよ。皇帝から下された新たな勅命に、レイシャンは思わず目を丸くした。理想が音を立てて崩れ落ちてゆく中、彼女はその身に哀愁を帯びながら再び過酷な旅へと身を投じるのであった。I won't tell.
ようやく過酷な旅が終わったと安堵しておりましたのに。しかしこれも風水師として陛下の信頼をいただいている証拠。前向きに参りましょう。サムライショーダウン。